今日はあの SMEAG に来てます。なんかリニューアルしたってことなのでちょっと動画撮ろうかなということで、こんな感じです。ここ保育園なんですけれども、見ますかね、あのこんな感じでこうお子さんをこう預けれるような感じになってます。うちのスタッフでも実はあのもうお子さんいるスタッフがいましてですね、でなんかこうまあちょっとあの留学中だったりするので、まあこう子供預けてね、こう自分留学できるみたいなところあるといいかなと思っていて、こんな感じなんですけど、見えますかね。なんか普通の英語学校って大体まあ IELTS でいうとまあ 6.0 ぐらいまでがマックスなんですけど、ここはまあそのさっきもちょっと見たんだけど TOEFL IBT で120点取ってる子が出たりとかですね、かなりこう高いレベルまでできるような感じになってるんですよね。なのでまあそういうところでいうとこうかなりいいかなって、まあ、うちのスタッフとかも例えばまあなんだろう IELTS で例えば 8.0 以上行きたいとかですね、まあ、そういう感じの子もいたりはするので、まあ、イギリス例えばオックスフォードとかああいうところ行きたいとなると今もう IELTS 7.0 取ってるけど 8.0 まで行きたいとかですね、まあ、そういう子いるんですけれども、まあ、そういうふうな方が、まあ、お子さんがもういたりするんでね、お子さんがもういる時にこういうところをこうお子さんちょっと預けてやっていくっていうのはあのすごくできるっていうのはいいなと思ってます。もうこんな感じで、これ3歳児の方の教科書らしいんですけれども、結構お子さん預けてる時もお子さんもこれこういう風な形であの勉強してっていう風な形でっていう形ですね。あのこれお子さん預ける時に追加のフィーがかからないらしくって、まあ、さっきみたいなこう教科書みたいなのでやるんですけど、あの料金に含まれてやってるっていう形です。でまあその何人部屋取るかとかにもよるんですけれども、まあ、基本的にあのでなおかつまあそのIELTSの高いレベル取ろうと思うとちょっと高くなったりはするんだけれども、まあ、ESL とかだと本当にこう4週間でもまあ20万ぐらいかな、20万ぐらいっていうふうなそういうイメージなので、まあ、それはすごくだからまあジンザーズっちゃジンザーズですよね。で、まあ、うちのスタッフとかの場合だともうちょっとこうIELTSのすごい高いレベルのスコア取りたいとかそういう感じだと思うんで、まあまあそれなりにってのあると思うんですけど、まあすごいなっていう感じです。これですね、IELTS のトップアチーブメントみたいな形見てると、8.0 とかですね、7.5 とかですね、まあすごいたくさん優秀な人がいるっていうふうな、まあそういう学校です。お、今日ですね、あのフィリピンちょっとお休みなんですね、あの金曜日なんですけど祝日があってお休みなんですけれども、まあでもお休みの日もあのグループレッスンとか実はやっててですね、でまああの今やってるかな、まあ、こんな感じでちょっとねあの授業、まあ、テストですね、テストできますねっていう感じだったりとか、あの集団授業ですね結構なんでお休みの日も皆さん勉強されてて、なんかあれですかね、イメージとして言うとその何ていうんですかね、こう例えば土日とかもスペシャルクラスとかやってるようなところもあるんですけど、ここはその祝日の時はやってるって感じですね。そうです、 OK です OK です。まあ、土日はあのかなり宿題出るんで、土日はどちらかというとこう宿題めちゃくちゃやんなきゃいけないみたいな、あのそういう話をですね、あのキャピタルにいてたうちの教え子から聞いてます。これオフィスですね。それでこれがそのIELTSとか取った時に自分たちこういった形で、はい、あれ12週間取った方で取ってるんですけど、はい、例えばこの方 7.5 で、はい、スタートが 7.0 ですね。なるほどなるほど。この方 7.0 で6、この方 7.0 で6、はい、この方 7.0 で4.5。 なんかやっぱり結構あの成績は上がる方多いと思います。うちの生徒さんでもキャピタルいた形であの1上がってる子がいるので、1ヶ月半ぐらいかな、ちょうど6週間ぐらいでIELTSで1上がってるので、あのかなりそういう意味ではこう点数的には上がりやすいっていうそういう感じです。結構長い時間授業をまあまあするので、あのそうですね、これお休みの日の案内ですけど、なんかこう時間割とか見てると結構時間割ここ長いんですよね。6時40分から夜の8時30分で、その後自習もできるのでみたいな、あとアクティビティとかもあるんですよね。こういうこちらは EOC アクティビティって形で、そのイングリッシュオンリーチャレンジという形で、ああなるほど、ね、ルールがあって、はい、そんな感じです。
で、その代わりも英語しか喋らない。英語しか喋れないっていう。すごい。で、こちらなんか EOC のアクティビティとかって、実際にどういったことをやるかというと、はい、例えば、お昼休みの時とかに、普段の授業とは異なるようなスピーチアップ。あ、なるほど、なるほど。そういったものを扱ったりとか、あとはその社会科見学で、ちょうど昨日、その、EOC のアクティビティで実際に、うん、例えばテレビ局に行ってみて、なるほどなるほど、ね、その中学生の例えば日本でいう社会科見学のイメージです、うんうん、なるほどなるほど。で、普段やらない英語も吸収できるので本当に生きたものですね。そうですね、本当に結構なんか AO とかだとこういう実績とか大事なんで、そういうのを作る上でもすごいんじゃないかなと思います。はい、ここがいわゆる、ドミトリーですね。で、エンカントはエンカントでもうホテルみたいな感じなんですけど、こっちはどちらかというともうちょっと質素な感じなんですね。
なんか、水回りの清潔さってやっぱりすごい大事で、これだけ清潔だといいですね。ありがとうございます。ダイニングなんですけど、前来た時と比べるとすごい綺麗だったなっていう印象です。今多分ちょうど食事時なので、もう食事も並べててっていう感じかなと思います。すごいな、こんな感じで。やっぱニーズが多いんで物が多いですね。なんかエンカントも結構多いんだけど、意外とキャピタルも、キャピタルやっぱ人数が多いからすごいこう物が多いなっていう、そういう。でもなんかもうちょっとしたホテルみたいな感じですね。ここまで来ると、うん、まあでも4週間で ESL とか一通りもろもろ含めても多分20万ちょいとかの学校なので、それでこんだけなんか普通に多分1ヶ月でもろもろ含めても20万ぐらいなので、なんか普通にこう例えばなんだろう、ホテル取っててもエアビーとかでホテル取ってても多分4週間で20万ぐらい全然すると思うんですよ、フィリピン。いわゆるこうその電気代とかも高かったりするし、それ考えたらすごいいいですよね。